どうもタビアンです。大怪獣物語、今日も元気に続きやっていきたいと思います。ドグラーの砦に来ておりますよ。宝箱、あーなんか落ちそうだな、ここ怖い。鍋蓋、え、装備品かな。鍋蓋バブとかどうだ。あ、違う、バブじゃない。キララはどうかな。あれ、タブヤンどうだ。あれ、盾じゃないのかな。つけないね。え、なんだ鍋ぶたは。鍋ぶたどこにある。防御力5。装備できないのかな。もしかしたらアクセサリーか。ではないね。オッケー。リュウサに巻き込まれそうに多分なると思うんだよね、ここね。通常攻撃でいくか。 MP 回復したからね、温存してボスまで行きたいよね。使っていってもいいかもね。頑張れ作戦で、前回なんかセーブポイントがね、砦の上に見えたんだよね。危ない。アイテム使っていこうかな、珍しく。あ、神頼みでも4つしかないから残しとくか。となるとタブヤンのホスピで自分回復、ガローも回復。 OK。 で真ん中から来たから右か。あ、ちょっと待ってよ、右こっち行ってないな。あ、やっぱり落とし穴に落ちたくないね。ラッキー攻撃、クリティカルもったいない。暗殺者みたいなやつ攻撃力強いんだよね。いてー、回復しながらいくか。ホスピ、よし、アイテムは？あ、ゴブリンの剣。持ってるけど、これ二刀流はできなかったもんね、このゲームね。できないね。ゴブリンの剣たぶってる。ボスと戦う前にレベル上がったら一番いいけどね。まあでも、MP 温存でいこう。集中。オリンピックシーズンにね、東京オリンピック、毎日投げナイフ。あ、ガローレベルアップです。あ、いいね、回復したね。うわー、なんか落ちそう、怖い。切り裂きの爪、ガローだろうね。どうだ攻撃力。おー、レベ一気に10アップ、攻撃力103、ダントツだねガロー。いいね。タブヤンが地味、逆に地味になってくるよね。おー、一撃で倒せる、素晴らしいガロー。の弱さがなんか、うわ、全体魔法やめてくれ。ホスピ、ガロー一人で
両方倒してくれたぜ、素晴らしい。階段登って、あーセーブポイントきた。あ、嘘でしょ。奥の方から声が聞こえる。ちょっと待って、セーブしてないのに。ふうふうふう、あんたの言う通りにしてからオーラの玉は拾うし、いいことばっかりだ。ぐふう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 、すべて私の言う通りにしていれば間違いないのよ、トグラ。ぐふふ、このオーラの玉から早くパッドバジャーを復活させてシルドラドを征服したいものだ。慌てないで、しばらく待ちなさい。今は侵入者を始末するのが先決でしょ。ぐふふふ、あんたは頭もいいし美人だし。え、誰のことだ。ぐふ、どうだ、私の嫁にならないか。ふふふ、嬉しいけどあなたは今そんなことをしている時じゃないでしょ。ぐふふ、わかりました、わかりましたよ。この話は奴らをやっつけてからゆっくりするとしよう。あんたはのんびりと休んでてくれ。俺はチンケな侵入者どもをやっつけてくれる。それまでオーラの玉は俺に預けてくれ。仕方ないわね。じゃああとは任せたわよ、ドグラ。誰と喋ってたんだ。セーブしておこう。よし行くぞ。あー、いる。回復しとこうか。ホスピ全回復しとこう。よし行くぞ、ドグラ。グフフ、私は地上最強にして最も美しいプリンスドグラ。グフフ、お前らだな、この私の計画を邪魔しているというやつらは。私はファットバジャーを復活させシルトラと悪の力で支配するのだ。その計画を邪魔する者は誰であろうと生かしておけぬ。よし行こうか。でかいね。ラッシングクロー、どうなんだろうな。攻撃でいいか、通常攻撃。タブヤンは火の攻撃 MP10 に1回できるよ。バンガ20ダメージ。そしてまあどうだろうな。ハイドいってみるか。ハイドバブがね、このダッシュっていうのができるんだよね。スピードアップ32。ハイド弱い。ダッシュスピードアップ。ブロックとって何。え、あ、守備力上がったの。嫌だな。バンガ21。守備力上がるの嫌だね。なんか特別道具なかったかな、攻撃の道具。マジックポイント全開ないか。特にないね。もう、ま、MP0 です。特技ツインブレイズやってみるか。多分意味ないよね。何でもやってみたいけど。そうだね、ハイドやってみるか。ハイド魔法グラ25。ハイド19。グラ30。いいね、グラ効くね。スインプレイズ2。ダメだ、通常攻撃の方が一番強い。ハイドもあんまり効かないよな。氷のささやきできる、効くわけないもんね。グラ MP12。 グラでいくか、グラ押しで。おお効くね、グラ効くね。ガンガン行こうぜ、でいくか。ホスピルって何、回復は60も回復。やだなおい、ガンガン行け。ラッシングクロー、ダメだ。
発にはラッシングフローは向かないな。グラダブルブーメランって何？うえー、回復した方がいいな。あ、ホスピできないもんな。どうしようか。道具で神頼み、そしてホスピ、ホスピ、バブとガローに攻撃を任せよう。グラでね、 MP なくなるまでグラ、グラ押し。ダブルブーメラン2回連続やめろ。神頼み、あと4つしかないぞ。神頼みを、どうしようかな。バブにコスピで自分にグラ押し。ダブルブ、おーし、500経験値やりました。グーフ、このドグラー様がこんな奴らに、ま、負けるなんて。ついにタブヤンはドグラーを倒し、オーラの玉を取り戻した。そしてタブヤンは娘たちを助けに牢に戻った。あ、勝手に動いてる。あ、助けよ、助けが来たわよ。みんな生きて帰れるのよ。そんな開け方。おお、どなたかは存じませんが、本当にありがとうございました。これで私たちも村に帰れます。このご恩は一生忘れません。オーランの村だね。一人ずつ出ていくの。うわ、いっぱいいるね娘。規則正しく出ていくね。私たちと一緒にこの牢に捕まっていたクシューラという女の子。ああ、サンドサイドにいたんだっけ。あの記憶喪失の子だよね。タブヤンさんたちのやってくる少し前にどこかへ連れて行かれました。クシューラちゃんを見かけたらどうか助けてあげてください。ああ、知ってる人いた、クシューラを。タブヤンさん、女の子たちが助かってよかったですね。タブヤン、あんた案外やるじゃない。ちょっと見直したわよ。でも安心するのはまだまだまだ早いわよ。せっかくオーラの玉を取り戻しても3つの貝がないと封印なんてできないんでしょ。あんたと旅をしてるとドグラーみたいなやつが出てきて、なかなかスリリングよ。これよ、これなのよ。私が求めていたスリルと興奮、キララもうドキドキしちゃう。タブヤン、私あんたの旅に付き合うわよ。きっと他のみんなも同じ気持ちよ。東に行けばきっと新しい情報が聞けると思うわ。さあタブヤン行きましょう。タブヤンよ、ドグラってやつ大したことなかったな。やっぱり俺様より強いやつはいないぜ。けどよ、その中に閉じ込められてるパッドバジャーってのはドグラのやつより強いんだろ。なんかあのドラゴンボールのサイヤ人のノリだね。残りの大地、水、大気の貝を探すなんてまどっこしいことをやめて、今ここで叩き割っちまえよ。パッドバジャーが出てきたらこのガロー様の爪の餌食にしてやるぜ。おいおい、マジで怒んなよ。ほんの冗談だよ、冗談。シャレの通じんやつだな。まあ、せっかくドグラーを倒したんだ。サンドサイドのアバルーダさんにたっぷりと懸賞金をもらおうぜ。その金で俺にもっと強い武器を買ってくれよ。はっ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 は。あ、懸賞金もらえんの。やったね。全回復はしてないね。このダンジョンでまだでも行ってない場所あるんで、そこ行こう。あ、ちょっとバブも回復してあげて。まずね、こっちだね。ここだったような気がするんだけどな。違うかな。なんか鉄格子みたいなのがあったんだけど、ここ
じゃなかったかな。あ、違ったあ、敵出てこない、もしかして出てこなかったら嬉しいけど、ここじゃなかったな。なんかね、まずこっち行くか。ここね、一箇所目は。おお、ここ通れるようになってる。え？なんだ？あ、外に出た。え、違う。外に出た。え、アイテム取ってないのあるよ。アイテムというか行ってない場所。あ、こっから出てくるんだ。ちょっと待ってね。最初のとこかな。なんか助っ人、新たな助っ人とかいるかもしれない。あれ？ここ嘘。完全に迷子？あ、ここの階段。こっち側ね。こっち出てから、あ、出てからの。左。ちょっと探索しまーす。特に勘違いだったね。一応くまなく行った感じですね。はい、ということで戻りましょうか。竜の翼。あ、オーラの玉もついてくんのなるほどね。結構荷物になるんだよね。オーラン戻りました。誰か待ち構えてくれてる。この村も一から出直しだ。そうだ、あんたこの村に新しく名前を考えておくれよな。名前考えてくれるよな。名前、オーランの村の名前。はい。おお、その子なくちゃなんて名前にしてくれるんだい。はい、名前決めました。おお、なかなかいい名前じゃないか。見ててくれよ。名前に恥じない立派な町にしてみせるよ。この村も一から出直しだ。私の思い出はもうこれしかないですね。電池交換の村。父ちゃん腹減ったよ。こんな危ないところによく来たね。こんなところでよかったら。あ、宿屋ありがとう。人間生きてりゃいずれなんとかなるもんさ。あまり無理するんじゃないよ。電池はしっかり交換してからプレイ開始してね電池交換の村、これ復旧していくのかな。ねえ、期待してるよ、電池交換の村。私が名付け親だからな。ということで、これ歩いて帰らないとダメだね。うわー、面倒だね。これ南側には何かあったかな。ちょっと助っ人パタパタ頼む、飛んでいってくれ。この洞窟また抜けていかないと戻れないのかな。あ、ここモグラのとこだよね。なんか橋を作ってるとかいうのはまた違うよね。こっち戻らないとしょうがないのかな。うん、 OK、 戻りましょう。はい、行かないと戻れないのかな。どうなんだろうね。この女子たちと一緒に帰りたかったね。解放者女子たち。ていうか解放した女子たちはどこ行ったんだろうね。レベルアップです。この村にいるはずなんだ。
どね。なんかイベント起きる？特には特に起きなさそうだね。オッケー。じゃあ向こう岸まで移動したいと思います。はい、戻ってきました。あれ、ここじゃないな。あれ、町どこ行った？ここじゃないね。ブリッジタウン、あと11スセル。あれ、ここじゃなかった。失礼しました。ちょっと上だったね。失礼しました。おっと、一応ここまで戦ってきましたけど、レベルは上がらなかったんでね。バブもフラフラです。なんとかたどり着きました。なんか町を指定してワープできたい、したいけどね、今はできないので。ブリッジタウン、サンドサイドまで戻らないといけないんだよね。いやー、参ったね。とりあえず、あの時はドグラーの牢から助けていただいて、あ、これはほんのお礼よ。中、あ、嬉しいですね。ちょっと街を歩こうか、いろんなところで。はい、止まります。あとなんか記憶喪失の子がいたよね。あの子に話を聞いた方がいいのかな。この上にいたような気がするんだけど、同じ場所にいるかな。あ、違うな。ここは店か。なんか品揃え変わってないかな。一応、竜の翼、買い足しとこうかな。5000パールもありますよ。はーい。品揃えは多分変わってないだろうね。うん、変わってないね。オッケー。新しい町に行くまでのお楽しみってわけか。さあ、記憶喪失の子を探しに行こうかな。ここかな。あ、この子じゃない？町の長老ババじゃ、あ、違うな。ゴブリンたちの、え、ゴブリンなんぞ、このガロー様にかかりゃ、へのカッパよ、見てな。ガロも倒してくれたよね。あれ、ここにいなかったか。どこだろう。ここにもいない。あの女子を探すのと、滝の洞窟、あと助けた女子たちに褒められたいね。ババジャル様、ババジャル様はどこだっけかな。ここだったかな。オーランの村はダメ、うん、オーランの村じゃなくてあれですよ、電池交換の村ですからね。ここじゃない。相変わらず迷いますね、この村、町は。うん、ありがとう、言われてます。どこだ。難しいな、この町。外回りかな。ブリッジタウン難しいよ。あんなとこ歩いてる人いたな。上から行って、あれ、この辺に歩いてる人いたような気がするけど。あらー、下降りないといけないのか。参ったな。YouTube の術。この前
箸が壊れたね。まあまだ直してる途中か。ここかな、この中入ってと。違うね。どこだ。長老とあの女子探したいと思います。長老いました。おお、タブヤン殿か。わしゃあんたに言い忘れてたことがありましてな。何でもシェルドラドには火の会の勇者が持つことで真の力を出す伝説の剣があるそうじゃ。その剣は勇者と共に現れ勇者と共に消える不思議な剣だそうじゃ。伝説の剣を一刻も手に入れ、一刻も早く手に入れ、オーラの玉を封印してくだされ。あ、それだけ。ありがちだけど具体的じゃないな。はい、あと女子探したいと思います。はい、くまなく探したけどいませんでしたね。ということでサンドサイドに向かいましょうか。まあ病院の中もちょっと探してみようか。いないよね。カウンターの中入ったら怒られる。はーい、ということでサンドサイドに行きたいと思います。はい、サンドサイド戻ってきました。女子を探すのと、あと報酬をもらいにね。本当にもらえるのか分かんないけどね。あ、命の恩人言われてるの、ここにもいる。あれ、女子っぽい人に。ドブラーはいなくなったけど町の外に出没する怪物は消えません。なぜでしょうか。なぜなんだろうね。ずっと一人で井戸にいたのかしら。喋りかけられない。上にいるのか。情報収集もついでにしようか。勇者の館ね。まあ、でもこのメンバーで行きたいと思いますね。さあ、おお、タブヤン殿、ついにドグラーを倒してくれたか。さすが火の会の勇者じゃの。早速褒美の懸賞金。懸賞金は1万パール。嘘、嬉しい。どうじゃ、受け取ってくれるな。はい、では1万パールを渡そう。やった、でかいね、1万パール。おお、それとブリッジタウンのババジャル殿がぜひ話したいことがあるそうじゃ。はい、わかりました。うん、護衛もしっかりいるんだね。やったね、1万パール。あ、ここにもいる。助けてくれ、助けた人。私より早く来るなんて、どういう、すごい実力あるよね。ここまで戻ってこれるっていうのは。あの女子見つからないね。どっかにいるんだろうか。あ、宿屋、ちょっと泊まっていきますね。はい、10パール、安いね。1万パール持ってるからね。まあ、次の戦いとすると、やっぱり東へ行くんだろうね。うん、ここまで戻ってきたけど。ピクシーはもう捕まえましたよ。あ、お姉ちゃんたちが帰ってきたよ。ドグラーを倒しても、あれか、この町も広いよね。ちょっと女子を、記憶喪失の子をもうちょっとね探したいと思います。あ、こんなとこにも。タブヤンさん、助けてくれありがとう。これはほんのお礼よっちゅう。宝箱取り逃してた。魔力の実。あ、こんなとこに、あ、取り逃してるのあったんだね。女子いなかったんですけど、なんか変なやつがいます。
私はバドラー島の警備隊長を務めているバードというものです。ぜひタブヤンさんのお手伝いをさせてください。私の得意な飛行剣お役に立ててください。スケットではないね。あー、機械のメンバーか。これ大魔法使いのマギー。あ、機械メンバーがこんなとこにいるんだね。何これ、大好きな酒が飲め。あ、機械メンバーか。上にもいるのか。あ、機械メンバーいるね。私はトキア、天候魔法を修行中の10歳の女の子よ。うふ、私は天候魔法をどんどん覚えていくわ。私はリンダ、みんなが傷ついた時は神の力をお借りすることによりその傷を癒すことができますと。あ、こいつはあれだね、ヘクス島の王者ザルドン。力持ち、道具は少ない。なるほどね。あ、なんだ。おお、すっきりした。久しぶりの外の空気じゃ。壺の封印を解いてくれたのはお前か。そうか、礼を言うぞ。何ぜわしはこの壺にもう100年。誰これ。え、さあ買った買った。高価な壺がたったの2パール、今日限りの大サービスだ。さあ買う人はいないか。早い者勝ちだよ。買った買った。このわしがその壺買った。よし売った。それ、これでこの壺あんたのもんだ。持ってけ泥棒。ふう、この壺を買った時は商売もうまくいってて景気も良かったな。それが今じゃ商売に失敗して一文なしと。ほほ、情けねえな。2パールで買った壺だけど今なら少しは高く売れるかなと。ほほほ。壺の冒険見させられてる。あー、海に捨てた。魚食べた。釣れないな。もう帰ろうかな。あわわ、来たよ来たよ、来ましたよ。これは大物だな。魚に食べられて水揚げされて、変な魚だけど食べたらきっと美味しい、違いない。刺身にして食ってやる。うわわ、なんだこの壺は。け、なんか価値のある壺かと思ったけどただの古い壺じゃないか。へん、こんな壺叩き売ってやる。割られないだけよかったね。壊れたと。そんな歴史があったんですね。何？なんでわしは壺なのかって？いいところに気がついたの。その昔わしはちょっと名の知れた召喚魔法の使い手じゃった。しかしそのことで天狗になっとったわしは魔法で人々に散々悪さをしておった。そこに見たこともない女が現れ、すごい力でこのわしを壺に封印したのじゃ。その上わしを壺に入っていないと生きてはゆけない体にしよったのじゃ。恐ろしい女じゃった。それよりお前はオーラの玉を探しておるらしいの。わしは昔ファットバジャーを召喚獣にしたかったんじゃ。仲間とつるむのは嫌いじゃが、ファットバジャーをわしにくれるならオーラの玉探しも手伝ってやるぞ。これはこれはお前では無理じゃったかな。仲間とつるむのは嫌いじゃが、ファットバジャーをわしに、あれ、同じこと言ってる。何この壺。え、こいつも仲間なの？もしかして仲間リストに入ってるんだろうか。強さ、これか。ポット、何これ。次回もお楽しみに。さよなら。ポット。
ー